エヴァンゲリオンという本当に超巨大な世界の前ではで何ができるのかというのも分かんないけど、でもまあエヴァンゲリオンを作った人たちもそれを支えてる人たちも同じ僕らと同じエヴァンゲリオンファンだし人間だからね。